はい、皆さんお元気ですか。ブラジルサンパウロ在住ギタリスト金田昌司です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。はいはいはい、本日も金村チャンネルやってまいりました。金村チャンネル、本日サンパウロはですね、昼間はすごい暖かくて、まあ、暑いぐらいだったんですけど、ちょっと今夕方なんで日が陰ってくると結構寒くなってきましたね。まあ、最近こういう感じになってますね。うん、まあ冬の感じといいますか、まあ、まだちょっと冬、もうでも冬ですかね、今6月なんで、まあ、来月、再来月あたりは多分もっと寒くなるかと思います。多分去年より寒くなりそうですね、この感じは。はい、最近の近況報告といいますか、ワクチンの方、そろそろ僕の年代まで、迫ってきてますね。そろそろワクチンの方打てそうな感じです。と言っても来月か再来月ぐらいになると思うんですけど、着実に順番の方回ってきてますね。はい、そうですね、あと近況報告、あ、そう、今日久々にですね、ブラジル人の友達と、練習といいますかセッションの方、やりまして、いや楽しいですね、久々に人と演奏するのってね、ほんまに久々やったんで、すごい楽しかったですね。うん、僕の友達らも全然人と演奏してないと言ってて、うん、やっぱりまあね、こう状況が状況なんでなかなかみんな集まれないっていうのもあって、ね、今回ちょっとたまたまタイミングがあったんで久々に集まって、セッションの方したんですけど、すごい楽しかったですね。うん、やっぱりね、音楽対面で同じ空間にいて音出すっていうのはすごい重要やなと改めて再認識した日でもあります、今日は。うん、まあね、もちろんリモートでね、なんかやるのもすごいいいんですけど、やっぱり音楽は、まあ、生もんというか、直接対峙してやっぱりやりたいですね。うん、まあ個人練習でね、そういうのもずっと家で続けてはいるんですけど、やっぱり人と演奏することは重要です。はい、で今日はですね、僕このチャンネル、まあ今日はですね、今日このチャンネルは音楽チャンネルって僕言ってまして、でも全然音楽のことあんまりやってないやんけっていうみんな思ってると思うんで、ちょっとたまにはね、なんか音楽のことやろうと思ったんで、今日は僕が最近書いた曲を演奏しようかなと思います。はい、曲名はねまだないんですよ、ノータイトルなんですけど、なんかもしよかったらいいなんか名前思いついたら、ぜひコメント欄に寄せてもらったら、それを採用させてもらうかもしれません。はい、なので、まあ、とりあえず演奏してみたいと思います。ちょっとマイクの位置をこれぐらいかな、はい、ありまして、ちょっとあんま近すぎすぎたんですね。はい、では行きます。
はい、っていう感じの曲です。まあ、ワンコーラスすごいあの短い、まあ、そんなめっちゃ短いっていうわけでもないですけど、ちょっと短めの曲ですね。はい、いかがでしょう。なんやこれみたいな感じですかね。まあ、そうですね、ちょっと僕の曲なんかようわからんってよく言われるんですけど、まあ、僕的にはですね、すごいなんかいつもシンプルに、なんかメロディーが綺麗な感じの曲をこう書いてるつもりなんですけど、人によってはなんかようわからんわみたいなことを言われることがあって、なるべくこうね、なんか分かりやすいシンプルな曲にいつもしようと、まあ、心がけてるというか、まあ、心がけてる、まあ、そんな感じですね。はい、本日、まあ、もうこんな感じで今日は動画の方終わっちゃうんですけど、まあ、もしよかったらコメントもらったらすごい嬉しいです。感想といいますか、ご意見といいますか、もっとこれこうした方がええんちゃうんかみたいな感じのもあれば、ぜひぜひ、コメントに寄せてもらったらすごい嬉しいです。はい、そんな感じで本日は、近況報告と、最近書いた曲の、紹介でした。はい、もしよかったら、チャンネル登録よろしくお願いします。あといいねボタンも押してもらえたら最高に嬉しいので、そちらも、合わせてよろしくお願いします。はい、ではまたお会いしましょう。